車 K を擦って傷つけてしまったということで、今日はちょっと車を直しに来てます。で、まあ、一応、知り合いの社長さんとこの車屋さんの敷地を 使わせてもらって、広いんでね、スペース使わせてもらって、そこで僕が直そうと思うんで、皆さんもしよかったら最後まで動画見てください。あと今日お世話になってるのが、新座市のみ止めの車買い取り専門マックスさんです。まあ社長がそれだんまりしてますけど、まあすごいフレンドリーな、すごい、親切なお店なんで、皆さんもしよければ車売りに来てみてはいかがでしょうか。じゃあこれから修理に入りたいと思います。はい、ということで、昨日やっちゃったのがね、暗くて分かんなかったんだけど、結構やっちゃってますね。これ深いっすね。あとこっち、このやばいね、これね。でもまあそんなにね、本当だったらなんていうのかな、マシンかなんかで拭いてタッチペンでもいいんだろうけど、でもせっかく動画撮ってるんで、もうちょっと綺麗に、パテ止めとかもね、もしかしたらするだけで、サンドペーパー買ってきたんですけど、サンドペーパーでするだけでパテ止めはいらないかもしれないかな。このバリだけ取っちゃえばね、まあ、せっかくなんでこの角結構綺麗に直しちゃいたいと思います。そうね、うん、まあこのバンパーね、結構削れるんですよ、あのサンドペーパーで。ペローンになってるけど、うん、結構削れるんで、ツルツルになっちゃえば、このぐらいだったら大丈夫かもしれない。ということで、今日とりあえず買ってきたもの、まあ、一応マスキングテープと、まあ、これなんか傷直しセット、これさえあれば全部、まあ、小さいのとかは、賄えちゃうよっていうようなのが売ってたんで、これでしょ、まあ、あと100均でちょっと雑巾とかで、このリペアキットの、サンドペーパーじゃちょっと足りなかったか、足りなかったら、あ、これ違うわ、足りなかったら嫌だなっていうことで、これとりあえず予備に買ってきました。ただこれ、あの周りね、飛ばないようにスプレーする時の、まあ、なんていうのかな、目張りの持つバージョンみたいなやつと、であとこれね、ポルツの、まあ車のあれがね、分かっちゃうからあれだけど、まあナイトホークブラックパール、これもあのなんていうの、色の表がオートバックスとか車屋さんにあるんで、それ見ながら自分の車の色はどれかなっていう、ホンダ専用とかマツダ専用とか三菱専用って出てるんで、その中でまあそう、車に合わせたスプレーを買うと、塗装のね。で最後にクリア、これ最後に拭いとけば、まあカラーも何ていうかな、コーティングされてツヤも出て綺麗に直ると、綺麗に見えると。本当はねぼかしとかも やるんだけど、まあ、今日はほら、まあいいかな、半日で押さなきゃいけないし。でこれなんだ、あ、これはいいや、これはちょっと仕様で買った、これ大体ね5000円かかんないぐらいで買えますんで、であと水と、こする時のね水を用意して、一回雑巾でここきれいに拭いて、きれいにしてからやってみましょう。はい、ということで、じゃーん、雑巾、これ水に浸して、ここ少しきれいに全体的に、これはワックスが残ってんだ、これな、拭き残しがな。でまずここの汚れをちょっと落としてあげて、あー、どうしようか、拭こうか、水気あるとかあれだから、よいしょ、
皆さんもね、軽いのだったらね、自分で全然直せるんで、まあ参考にしてみてはいかがでしょうか。あのまあね、言っても素人板金なんでプロの人が見たらこんなやり方してたら金取れねえよって言われるかもしれないですけど、まあ綺麗になってればいいかなと。まあ、まあ昔ね、走り屋時代にね、まあ少し擦ったりとかした時に、自分でこう直したりとかしてたんで、まあ、結構綺麗に直るね。で次、じゃーん、これこのセットを出していきますよ。三脚とかないからさ、大変なんだけど。そしたらサンドペーパーだね、とりあえず。本当は磨き剤とかなんかいろいろやんだけど、まあいいんすよ、ちょっと粗めのやつ。これ何番だろう、粗めの方ね何番か、800番。でまあこんなのはよいしょ、これね、800番のサンドペーパーを水に浸してこすっていくと。でここはね、あの多分拭けば、スプレー拭いちゃえばどうにかなっちゃうと思うんで、このね、ここだけ。あと入ってるので、こういうのブロックとか入ってるんだけど、使いたい人は使って、まあ、この辺だったらちょっとまあ、やってみるんで一回動画止めます。はい、ということで、とりあえずまあ塗装剥がしてね、まあ、あとこういうちょっとした傷に見えるのは、もう本当に指でも、この辺はちょっとあれ凹凸あるんだけど、こういう傷とかこの辺はもう指でもあんまり感じないぐらいの凹凸になってきてるんで、まあこんなもんでいいかなと。あんまりバンパー削っちゃってもね、まあ、本当はね綺麗にすればいいんだけど。うん、でもまあ全然支障ないレベル。プロだとね、怒られちゃうかわかんないですけど、まあ素人ではこんな感じでも。あとここね、さっきのここ、もうこれ塗装がね、剥げちゃうぐらいで全然いいと思うんで、後でスプレーしちゃえばわかんないんでね。まあ、凹凸がなくなるぐらいまで擦りましょうと。これね、800っていうのがちょっとね失敗だね。もっと粗いやつでもいいね最初はね、結構傷深かったから。ということで、もうちょっと削ってみたいと思います。よっしゃ。でこれね、あの今やったんだけど、800番だったのをね600番に落として、ちょっと粗いのでやって、今800番でちょっとこすった結果、見てください、このツルツル感ね。ここまでは OK でしょう。ここもよし、こんな感じまで凹凸をなくすぐらい削ったんで、これからまあマスキングをしてこの塗装の方に入りたいと思います。でちょっと塗装の前に、これほらすげえ塗装落ちちゃってるし、なんか傷になってるみたいに見えるかもしれないけど、これ塗装でね、最後のスプレーで綺麗になっちゃいますから、あ指が落ちた、最後のスプレーで綺麗になっちゃうんで、そんなに恐れずに結構大胆に、削っちゃってっていうか、サンドペーパーかけちゃって大丈夫だと思います。ヤスリかけちゃってね。そうで、ちょっと待ってね。例えばこれ、この車なんかはマックスさんの廃車にするやつなんだけど、こういうタッチペンでねやろうとするとこういう風になっちゃったりとかするじゃないですか。でタッチペンでいいやとか思っても、絶対この傷とかって絶対気になると思うんで、こういう風になっちゃうんだったら、これでもねタッチペンでも絶対1時間くらいはかかっちゃうんですよ、これやってるうちに。ああでもねこうでもねで、でこれやってんだったら、塗装少し落としちゃっても傷に見えるかもしれないけど、
塗装全部落としちゃった方が、例えば俺が今日やったようにこうやって落としちゃった方が、もう凹凸もなく、この上からペイントすればこれ全部消えちゃうんで、塗装に入りますよ。じゃじゃーん、このマスキングテープね、これ貼っていきたいと思います。ちょっと一人なんでね、撮りながらっていうのできないんで、まあ一旦切る形になっちゃうんですけど、これを目張りに貼っていきたいと思います。はい、 OK。 ここはね、こんな感じで、まあ、なんていうの、このヘッドライトの方にスプレーがいかなきゃいいだけなんで、まあ、剥がしやすいようにビターと貼らずにね、こういうふうに浮かせとけばすぐ剥がれるんで、あとはここに拭くだけですね。で、まあこの辺とか、ほら手でちょっと隠したりとか、雑巾とかさっき使ってたやつとかでこうやっといて片手で拭けば、まあこっちにはいかないんでね、この辺とか少し飛んじゃったとしても分かんないんで、スプレーはね。じゃあスプレー、これですね、この車専用の、ナイトホークブラックパール、これをスプレーしていきたいと思います。よっしゃ。ちょっとね、風が強いんで、ちょっと強固した頑丈にした目張りにしちゃいましたけど、こんな感じで、あとこのスプレーちょっと出るかなっていう感じで、こんな感じでね、あげるねっていう感じでしたら、ちょっとね、画面見ながらできないんで、こっち見ながらになっちゃいますけど、これなんだ、これなんだ、これはあれかな、まあ、いや、後でやろう。とりあえずこれね、こういう感じ、わかる？こっちからこうやってやったり、少し待つ。あ、ぼかし剤もちょっと買ってくればよかったね。これね、何回ぐらいやろうかな。ちょっとあれだね、傷っていうか、この凹凸が分かんないぐらいまで。これ風がね、今日は強くてもやっちゃってるけど、本当だったら風ない方が埃がつかなくていいんで。だんだん乾いてきたの分かります？乾いてくるとちょっと光ってくるんですよね。で、これ何度か、まあ、ガンプラとかね、ガンドアやってる人とか多分見てくれてると思うんですけど、見てくれてる人も多いと思うんですけど、ガンプラとか作るときと一緒っすね。この塗装はね、こうジューッとはやんない、シャッシャッシャッシャーみたいな、こうシャッシャッシャーみたいなね。じゃあちょっと、綺麗に直しちゃうんで一旦止めますよ。はい、ということでこんな感じで黒い塗装が、ほらあんま分かんないでしょ、分かんなくない、これ今くすんでるんだけど、くすんでるんだけど、こっからクリア拭くから、あ、やべ、ちょっと垂れてんなちょっと塗装垂れてんな、大丈夫だ、大丈夫だ、 OK。 じゃ、とりあえずこのまま少し時間放置して、今日は晴れてるんでね、風もあるし、乾いたらもうすぐクリア吹いちゃうんで。はい、ということで結構もう乾いてきて、いい感じになってきたんで、このクリア吹きたいと思います。これもちょっと出るかなっていう感じで一回ね、あ、だるね、だるね。今ちょっとくすんでる感じになってると思うんですけど、これがキラキラになりますから。ここもちょっとね、なってたからちょっと削っちゃったんだよね。やります。あんまり拭くとね、またペイントが垂れちゃうんで、あんまり拭かない感じで。お、乾いたそばからちょっと光ってきましたよ。ここもいきますよ、こんな感じで。ちょっと周り黒いのついちゃったところくすんじゃうんで、少し
広めにクリア塗ってあげて、でこれにもほら、なんだシンナーみたいなの入ってるから、下に塗った黒いのと、なんつうのかな、こう黒いのを溶かしてなんかちょっと混ざるみたい。そうするとぼかし剤使った方がいいんだけど、使わなくてもまあそんなに境目が分かんないぐらいにはなるんで、でも本当はぼかし剤使った方がいいよね。でも素人板金なんでね、ほんとこんな感じでいいよっていう、傷もなくなって色がついて、まあ普通になればいいっていうんであれば、これで十分だと思うんで、皆さんももしね、なんかの時にちょっとこすっちゃったとかだったら自分でやると、まあ今1時間半ぐらいかな、こすってペイントして、まあ今ぐらいの傷だったらね、ほんとべっこりいっちゃって、ほんとパテ埋めとかしてから同じことをすればいいんだけどね、昔卵液棒、給油口の横のところべっこりいっちゃってね全部パテ埋めするの大変でしたけどね。で最後にこれでワックスを、今ちょっとかけちゃったんだけど、ワックスをかけてあげると、ちょっとねこのマスキングの跡が残っちゃったんだけど、これはコンパンとかなんかで社長これ綺麗でしょ、社長綺麗でしょ、十分だよね、30点ぐらい30点いただきましたあこれ水つけてこいかな、やっぱり少し大丈夫かな、綺麗だよね、うまいもんだよ、3万円得した、3万円得した、ぜひ皆さん、リオアズナブルにこのぐらいでよければ3万円で請け負いますちょっとあれだな、ちょっともうちょっとコンパウンド買ってこよう、磨くのにツヤ出し、こういう感じでね、この辺ももうちょっと、あ水ついてんじゃん、ちょ水で、ちょっと今日コンパウンド買ってこよう、あとコンパウンドで磨けば綺麗になっちゃうよね、変わるかもしれない、いいんじゃないですか、皆さんほら変わったよね、傷はもう見えないもんね、こんな感じですね、ということで今日は伸び止めのマックスさんから、車のリペアお送りしました、社長ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、ということでクリア拭いたら、まあ、ちょっとくすんでるのが気になったんで、液体コンパウンド超鏡面用9800番、これをねボディバンパー用でちょっと買ってきました、このスポンジ付きのね、でこれでちょっと、磨いていきたいと思います、よっしゃ、一応鏡面加工も終わってどうでしょうかね、まあね、ちょっとね納得いかない部分はあるけど、まあこんなもんかな、あとは、洗車の時にワックスとかね、ちょっとかけていけばもうちょっと綺麗になっちゃうかなっていう感じですね、まあこんな感じです、あんまり言われないけどでも分かんなくなったでしょ下もこんな感じかな、